皆さんこんこにちは伊藤塾の清水介です今回は2018年絶対に合格したいあなたへということで、まあ、特に試験の結果があまり芳しくなかった残念だったでもリベンジしたいしっかりと受かっていきたいという方に少し応援のメッセージをさせていただきたいなというふうに思っておりますさて最初に皆さんに伝えたいことなんですけれどもまあ本当によく勉強を 継続されているなとうことそれについてはすごくね感心します。というのはどういうことかっていうと実際私は普段だん行政書士業務をやりそしてこの伊藤塾で教壇に立ちという形でほとんど多くの方と同じようにあ一言で言うと仕事っていうものをしています。でその仕事をしていく中で新たに身につけなければいけないような知識とか あるいは身につけたいなっていうふうに思うような知識っていうものは当然いろいろと湧いて出てくるわけですよね。で、じゃあその知識を身につけようっていうふうに思って、まあ、仕事の合間を縫って勉強時間を作って初めて見るというと、これはねやっぱり実際に勉強するっていうのは大変なことだなっていうふうに思うわけですよ。そうするとその時にやっぱりいつも思うことって何かって言ったら。 受験生受講生行政書士の受験生受講生って本当に立派だなっていうふうに思います。普段教団の上に立って偉そうにね、まあ、こうやっていろいろとベラベラ喋ったりはしていますけれどもまあ本当に立派なのは仕事終わってから講義聞いたりとか家事の合間を縫って講義を聞いたりとか例えば子育てされながら講義を聞いて勉強している皆さんだろうなっていうふうに思います。そういいった意味ではは結、まあ、結果自体はあまりかんばしくない結果 経験というものはされたかもしれませんけれどもただ勉強を継続してきたっていうことっていうのは本当に普通にはできないことですから自信を持ってほしいと思いますし、うん、今現在もなお2018年合格を目指して、まあ、さらに前に進んでいきたいっていうふうに思う気持ちっていうのは本当に頭の下がる思いですから。 頭の下がる思いもします本当に素晴らしいことだというふうに思いますから、まあ、ぜひ頑張っていただきたいなというふうに思いますしまあ私たちからすればでききる限りの応援をさせていいいいたただきたいとういうふうに思いますまず最初にお話ししたことですけれども今この時代にこの年齢でこの環境で勉強をするっていうこと自体がすごく大変なことであるということそれを自分がしているんだっていうことは まあここは一つ誇りにに持ってほしいいいなという,ふうに思いますす方でです今の話と場面は同じになるんですけれどもこの年齢でこの環境で勉強ができるっていうことはそれはまた見方によっては幸せなことなんだなっていうことも忘れないでほしいなっていうふうに思うんですよね。 世の中にはさまざまな事情でやりたくてもどうしても勉強ができないっていう人は実はたくさんいらっしゃるんですね。私もこうやって毎年講義をやってきていますけれどもまあ最初一生懸命臨んだんだけれども実は、えー、まあ体調を崩してしまったりとか家庭の事情であったりとかで勉強が継続できなくなりました「無念です先生」ってやっぱりそういった話っていうのは 毎年のように一人二人っていうふうに聞くんですよ。そうすると、まあ、ある意味勉強ができるっていうこと自体が。実はすごく幸せなんだなっていうふうに、そういう方を見ていると思います。ですから、なかなかね、勉強して大変な時っていうのは。その大変な自分が幸せだっていうふうに、感じることはできないかもしれませんけれども。でも、実は客観的に見れば、それは自分のやりたいことをやれている。 自分のなりたい姿に一歩ずつ進んでいけている過程なわけですからそれはそれで実は幸せまあとかく受験勉強が長く続きますとね勉強期間が長く続きますとどうしてもなんかいろんなものをストレス感じたりとか人のことを羨んでしまったりとか。 えまあいろんな負の感情が湧いてくることってあると思うんですけれどもそういった負の感情っていうのは勉強を継続していく上であまり好ましいものではありませんからまあそこはちょっと客観的になってそういった負の感情を持ちそうだなっていうふうに思った時は客観的になってね自分を見つめ直して実は自分今やりたくてやれてるんじゃないか。 だったら大変かもしれないけどそこで何か負、えー、の感情人のことを悪く思ったりするのはやめようというふうに思ってほしいなと思いますさてそれではということですけれども2018年絶対に合格したい人がこの先じゃあ具体的に何をやればいいんだろうかということですよね、まあ、具体的にやるべきものというのはお一人お一人もちろん異なってくるところはあろうかというふうに思います でうんそこでじゃあ総論的にじゃあ皆さんについてね全員について言えることっていうのは何ですかっていうのを言わせてもらうんであれば去年と同じことをやっていてはダメだということです。去年と同じことをやって去年その点数だったわけですよ。だからもうすんごく大雑把に言ってしまえば。 去年の勉強量去年の勉強の質では合格はできなかったっていうことはやっぱり受け止めなければいけないだろうというふうに思います。そうするとやらなきゃいけういうとは何です。ということなんですよねこれが結構実は中上級の受験生が気づいていないことなんですよ。 むしろ中小級の受験生の方っていうのはどういうふうに感じているのかっていうと去年ここまでやったんだからアドバンテージ持っているからあとちょっとだけやれば受かるっていうふうに思っちゃってる人っているんですよね。去年一生懸命勉強やったから今年はそんななに一生懸命やらなくていいよっていようぐらいに思っちゃってる人いるんですけども残念ながら1年2年3年ぐらいの受験勉強で培ってきた知識なんていうものは ちょっとやらないだけであっというう間に忘れてしまうんですよですからここはね去年一生懸命やってきたからそこで知識量とかでアドバンテージ持ってるんだというような考え方っていうものは持たないでほしいと思います。去年と同じことをやったら去年と同じことを繰り返したら今年も同じ結果になる同じ結果の繰り返しだそれぐらいに思ってほしいんですね。そうすると何をしななきゃいけないけのか ですまずは勉強時間勉強時間が去年振り返ってみてやっぱりもっとできたはずだって思ってる人いると思います。あの時はああいうふうにやっ,ときゃなって思ってる人っていると思うんですよだったら今年はそういう思いをしないようにすべきです。 勉強時間がもっと本当は取れたはずだったのになって思ってる人は。もっと取ってください。もっと取るためにどうしたらいいかというのを考えてください。一方で。いや、去年、もう本当に勉強時間は。やまあ、必死だったと。必死だったのに、こんなにやったのに、ダメだった。っていう方もいらっしゃるだろうと思います。もう何やればいいのかわからない。あんなに一生懸命頑張ったのに、なんで結果出ないのかわからない。 と思っている人ですが確かにそういった人は勉勉強強時間や勉強量の部分では、まあ、それれは足りていたかもしれませんそうすると違うものっていうのは何かっていったらそれはまあちょっと抽象的な言葉ですが勉強の質あるいは勉強方法そういったところが方向が間違ってしまっていた可能性ってありますよね。 例えば過去問を繰り返しやった後もう答え丸暗記してますと問題見た瞬間にこれは丸か×か分かりますよ規律の問題見た瞬間に最初の1行を読んだらあの答えだなって浮かんでいきますよでも全く同じ問題って出ないですからその知識っていうのは本試験現場で活かせるかって言ったら活かせないですよね。そそうするとそれだけやったのになっ って思っている人はその勉強じゃいけなかったんだと丸暗記じゃいけなかったんだなって気づいてほしいと思うんですよねそうするとやり方を変える例えば問題を見て単に〇×を答えるんじゃなくてきちんと解説を自分で作れるぐらいまで質を高めていくこういったことが必要になってくるだろうというふうに思いますつまり 去年と同じことの繰り返しはダメだとすれば皆さんがやらなきゃいけないことは去年足りなかったことっていうものが本当に何なのかっていうものを考えて今年同じことを繰り返さないようにするっていうことを心がけることです。これこれそが受験経験経者の皆さんん強みなんですよ初めて勉強する人はそんなこと全然わからないです。 皆さんにできること皆さんにしかできないことなんですからここを活かすことが大きなアドバンテージに繋がります勉強してきた結果が皆さんのアドバンテージなんじゃなくて去年勉強してきた結果をもとに今年どうすればいいかを考えることができるっていうのが皆さんの大きなアドバンテージなんだっていうふうに考えといていただきたいなと思いますもちろん具体的にどうすればいいかなって分かりづらいこともあろうかと思います そういうときどうしたらいいんですかって言ったら、そういうときは例えば伊藤塾とかでも講師のカウンセリングとかを定期的にねやっていますから、私だけじゃなくて多くの講師がいますから、そういった講師の意見を聞いたりして、自分が本当に今年どういうふうに勉強してあったらいいのかっていうものを考えていっていただきたいなというふうに思います。いずれにせよ、皆さんがやっていることっていうのはすごく価値のことが価値のあることですし、皆さんがやっていることっていうのは本当に普通の人から見れば。 えまあ尊敬に値するぐらい大変なことをやっているわけですですから何としてもねぜひここの部分ですけれども2018年結果というものを出していただきたいなというふうに思っています、えー、先ほどもカウンセリングなんていうふうに言いましたけれども私たちにできることであれば何でも応援していきたいというふうに思いますのでぜひ頼ってきていただきたいなというふうに思います、えー、皆さんの2018年の絶対語学というものをお祈りしています それでは本日は最後まで聴いてくださり誠にありがとうございました。